ぐだぐだぐだりーん。ぐだりーん。どうしたお前ら。実は今、3連休中なんですよ。編集時がな。それで、連休ってなると、何もする気が起きなくて、だからぐだりんしてるの。連休前はこれやろうあれやろうって思ってたのに、いざ連休になると何もしたくなくなるのなんでだろうなんでだろう。早く起きて編集するぞと思った時に限って起きたら昼前なのなんでだろうなんでだろう。休日あるあるはいいから早く実況するぞ。こいつら。はい、ただいま、牛さんを増殖中です。牛の皮が欲しいんです。エンチャント施設は作ったわけですが、他にも必要なんですね。家を建てるのに必要なんだよ。皮を建材にするつもりですか？ちょうどレベル30になったし、ダイヤの剣を作ってエンチャントしましょう。ドロップ増加のエンチャントがつけば最高の展開なのですが。ただ、最近のリーナちゃんは、運勢がちょっと。お願いします。すべてを挽回する結果を。どやー、考えうる限り最高級のエンチャ。へへ、リーナちゃんの手にかかればこんなもんじゃい。これで牛の皮を効率的に集めることができるな。それでは牛をコロコロしていきます。私たちのために犠牲になってくれる生命に感謝を。感謝してなさそう。いい感じに皮が集まりますねー。さすがドロップ増加。それで、何が作りたかったのかというと、これです。バックパックです。ソフィスティケイテッドバックパック。というモッドで追加されるバックパックです。この世にはいろんなバックパックモッドがあるが、このバックパックは、バックパックの中の頂点に君臨する存在です。つまり値ってことだね。はいはい、最低限はおとなしくしましょうね。ひどい。こちら、いろんなアップグレードができて、例えば金インゴットで囲んで、バックパック自体の強化ができます。これでバックパックの容量が増えます。おーおー、かなり大きいサイズだね。これだけのアイテムを収納できるって、4次元ポケットか何かですか？さらに、様々な種類のアップグレードを積むことができるのですが、資材がないのでそれはまた今度。ともかくこれで、インベントリの容量がいっぱいで、困る事態も避けられるでしょう。あたいも中に入って休むから、運んでいってよ。溶岩湖に投げ込んでおきますね。やめろください。さて、拠点周辺の整備を行いましょう。まずは拠点のすぐそばにある、溶岩湖を回収するところから。このままでは、阪神が優勝した時に酔っ払いが飛び込んでしまいます。道頓堀じゃねえんだから。ということでシンギュラリティタンクを作りので、ジャンボタンクを作りました。バケツ1024杯分まで、液体を保管できるタンクです。かなりの高容量だ。これで危険な溶岩だまりを消してしまいましょう。せ、おせ。空っぽになりました。ち。溶岩71杯分でしたね。ありがたく工業に使わせていただきます。主に黒曜石の材料としてな。それから、畑を改装したり、道をズベビーッと整備したりして、こんな感じの拠点になりました。相変わらず屋根はない模様。だいぶ大きさは広がったけどね。これ、どうやって撮影してるの？ CMD キャムというモッドの力です。滑らかな撮影ができるモッドなのですよ。なお滑らかな撮影でも隠しきれないダサ拠点。まだ仮だから、資材がないから、資材と設計図と建築してくれる人がいれば立派な拠点ができるから。もうそれお前の力じゃねえだろ。そろそろ、ネザーに行こうと思います。ネザーで、水晶とグロウストーンを確保するのが目標です。そろそろリファインドストレージの倉庫も作りたいところですよね。そうそう、そのためのアイテム集めです。さあ、今回はどこにスポーンするかな？静香ちゃん家のお風呂の中かも。どこでもドアじゃねえのよ。ここは、シンクの森バイオームですね。要塞の中じゃなくてよかったです。ではネザー水晶とグロウストーンを探しましょう。ネザー水晶はすぐに見つかりました。で、グロウストーンですが。高いなぁ。橋を作らないと、グロウストーンには届きそうにないねー。あと地味に、マグマブロックも必要でして、そうなると、下まで降りなきゃ手に入らないので、大変そうだなぁ。飛び降りればすぐ下につけるよ。無限に高い空に行くだけなんだよなぁ。ジョナさんに出会わないことを願って、丸石で橋を作ります。ガストな。ジョリーパスタではないのか？松の屋だよ。かけ離れすぎだろ。よし、とりあえずグロウストーンの真下まで来ましたね。さあ、今がチャンスだよ。シュートを打って。火球を相手のゴールにシュー。ガスト応援しないで。よし、回収完了。急いで帰還する。ふぅ、ガストが来なくてよかった。さて、ネザー水晶を入手できたので、それを使ってとあるアイテムを作ります。ブランクモジュールを作りの、ローエクストラクションモジュールを作りました。プリティパイプス、というモッドのものです。かわいいパイプたち。リーナちゃんぐらいかわいいのかな？自分で言うなよな。こちらは、可能年のアイテム輸送モッド、ロジスティクスパイプに似たような雰囲気でアイテム輸送ができるものです。パイプを繋いで、エクストラクションモジュールを入れると、このように、繋がっているチェストからアイテムを搬出してくれます。搬出するアイテムの指定もできたりします。
複雑な工場を作る上ではかなり便利になりそうだな。逆に、アイテムを受け取るためのモジュールも存在しまして、それが、エンダーパールが必要なので作れません。図工。これがないとこのモッドの進化を発揮できないからな。やっぱりエンダーパールを入手できるようになってから、このモッドは扱おうと思います。じゃあ、なぜ今ちょっとだけ動画にした？録画が残ってたから。さて、それでは本題のリファインドストレージ倉庫を作りましょう。でも、作る様子は過去シリーズで散々お見せしてきたので、バッサリカット。ということで基本セットができました。さすがにもう手慣れたものです。では、初見さんに説明しますと、アイテムを、一つの倉庫で全部管理できるようになるモッドです。チェストをたくさん並べて整理する必要がなくなります。倉庫の中身を使って、そのまま同じ画面でクラフトができたり、自動でクラフトを行えるようにしたり、様々なことができます。そして、大事なものがこれ、エクスターナルストレージ。外付けのチェスト類を倉庫に認識させ、倉庫画面から取り出したりできるアイテムです。そしてドロワーコントローラーというものを作り、これにエクスターナルストレージを貼り付けます。そしてそのドロワーコントローラーに、ドロワーたちをいっぱい繋げると、繋がっているドロワーに入ったアイテム、そのすべてが倉庫に認識されるのです。そういえばドロワーについて、説明したっけ？あ、ドロワーは一つのアイテムをいっぱい保管できるブロックです。最大で数十万のアイテムが保管できます。アップグレードを積めばですけど、ということで、アイテムの管理がすごく便利になりました。家の目の前に新幹線の駅ができるぐらい便利だね。それウプ主の数少ない友達のことだな。羨ましいぜ根畜生。と、言ったところで、今回はここまでにしましょう。そろそろ工場をバーンと作ってみたいところです。日産の工場でも再現する？いや無理無理。残念ながら、大きな工場を作れるようになるのは数ヶ月先になりそうです。それでは、今回もいいねをお願いしますね。ではでは、See you!